出現を防ぐため、ダッキは古市場に向かった。竹中半兵衛らはその道程が安全に進むよう、周辺の長藩の地に織田軍が集結しているとの情報が入ってきた。半兵衛は早速迎撃に向かうと、それは人間同士の争いを避けるため、そしてダッキの思惑が人間にあだなすものであった場合のため、様々な状況。どうもダッキさんは信用できないんだよね。何かたく我らの小中には卑弥呼がいる。人質って相変わらず黒いなあ。では潔白な軍師殿は何を考えたな。わあ、こっちは嫌味だよ。報告する。我らの道を阻む織田の軍勢に諸君の一軍が合流。これまでのオロチ戦の経験があるからかな。こういう時の連携無駄に早いよね。まあいいや、俺なりに手は打ってあるからさ。あなたの期待裏切り。諸葛亮さんと光秀さんが相手。嫌な組み合わせだね。敵の陣形は間延びしています。武器を用いて分断するのです。続けて鉄砲隊出なさい。さすが光秀さん、単純だけど効果的に攻めてくるな。ではこちらへ歩兵出なさい。少々稚拙な罠ではありますが、伸びきった敵の側面を突くには十分でしょう。これは稚拙に。さすがは画僚諸葛孔明。光秀と諸葛亮、非凡な二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。俺も手打ってあるけど、まだちょっと時間がかかるんだよね。戦の邪魔だ。どけどけ。お助け。なんだこりゃ。そう、戻ってくるのが遅すぎたか。わしの恩人によくも。誰だ、誰がやりやがった。さあ来て、本当の地獄はこれからよ。伏兵を駆逐したか。そう、あなたたちがダッキに協力しているのよ。何を考えているのかじっくり聞き出してあげる。さすがの戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようだの。面白いわあなたたち。敵は北から流れいるよ。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。また腕を上げたんじゃない。自分のことみたいに嬉しいわ。おお、申し分ない働きだ。コンベイ殿、お
られそうな。そう、もっと早く戻ってくれ。そしたら村を守れたのによ。さて、こんなものでどうだ。披露せん。待たせたな。ここからは俺たちに任せとけよ。結構な長旅だったってのに元気なこと。俺に任せるよ。アンデルの仕業。ジャッキをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援軍を頼んだんだ。五島北条から援軍を呼んでいたと。さすがは竹中半兵衛殿ですが、これも計算のうちです。敵の策のさらに上を行くと、諸葛亮殿の計画には感服するばかり。今が好機ですね。撃って出ます。目の覚める戦ぶり、お見事。腕を上げたんじゃない。自分のことみたいに嬉しいわ。くれたか、感謝する。おお、遅えんだよ。よくやった、素晴らしい働きだ。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。ラッキーに協力するだろう。あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。この地で信長様に報告しなくては。光秀殿を退けましたが、では私がお相手しましょう。見たような面しやがって。おお、周遊殿、無事で何より。あ、いや、しかし、まさか大げさでは。よっ、こいつら結構やりやがる。おお、やるじゃねえか。よっ、助けてくださってありがとうございます。素晴らしい働きだ。鬼、朽ちるまで戦
的勝利に男なった。だってもう会えないと思って。てか泣いてません。いつも小僧に戻った。勝っただよ。嬉しいね。俺らがみんな死んじまう未来だ。寝言は寝てからいい。というところだな。親方様。当然だ。ついでに孫悟と宝珠これよりはもう少し待っ。それまで踏ん張ろうぜ。しかしま少しだけ